さあ、連れてきたぜ。ちょ、一緒セーブしとくか。怖いな、なんか。穴開け、てか、マリオも穴開けられんのかな、パンチと戦ったら。穴開いたら一撃死っていうわけではないのか。てか、今更だけど、顔に穴開いてもペーパーキャラって生きてるんだな。デクジーは死んじゃったんだけどね。生きてるんだ。それでいいの？わお、40人くらい集まりましたね。これだけいればフロアは最高に盛り上がりますよ。みんなで踊るの？それじゃ早速踊ってもらいましょう。そんな簡単にできるの？へいへい、おーおー、DJ も。それじゃ行くぜ。DJ キノピオ、ウィズカウナシ。フューチャリングマリオ。パンチを添えてって感じだな。じゃあ行くぜ。どうなんのこれ。みんなでフロアをホットに沸かせてくれ、カモン。ガチのやつ始まった。おお、俺興奮しすぎてヘッドホン落としちゃった。おお、ノリノリね、マリオ。え、みんな顔がないのに息ぴったり。俺このステージめちゃめちゃ好きだわ。ボスゲストに見せてあげたい。スーパーシールのあいついたらもう狂気乱舞でしょ。かっけえな。え、これ出てきてくれんの？いや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 、もうホラーとポップの融合完璧すぎるでしょ。このステージ今までで一番好き。顔なしキノピオのまずデザインが可愛い。普通のキノピオより可愛い。さらにそこにこのノリノリダンスミュージック、嫌いになる理由がないんだけど。お、なに？お、どうなのこれ。今ドキドキしてるよ、気持ち。何が起きるのと。おお、イカしてる。お前何なんだよ、ほんと。息ぴったりだな。おー、いいね。お、先生いいね。先生も乗ってる。オリビアが若干ちょっとずれてるの気になるけど。ノリ？ノリ？いや、ノリノリは口では言わないけどな、パンチさん。おお、パンチ登場。ノリ、マジのパンチじゃん。まんまパンチなんだ。ノリノリ。え、何？パンチ？おお、パンチ？え？踊れるパンチ初めて見ました、人生で。ノリノリ穴開けフリーク、パンチ。あ、マリオも怖がってる。ちょっとちょっとノリノリはいいけど、ノリノリは良くないですわ。オリビア、正論やめたれ、正論。喋り方見るに結構多感な時期なんだよ、このパンチはね。まさかノリノリのためにキノピオさんたちを顔なしにしたの、ひどい。そういう意味なのかな。あんま意図はなさそうだけど。どうした？全然聞いてくれないやん。ああ、最高に生かした俺っちのディスコにケチつけんな。倒してー、こいつ。お前たちも所詮神っぺらじゃん。穴開けちゃうぞ。いや、それ言われたら俺、なんとも言えねえわ。反論できないわ。負けちゃうわ。お、シンプルにボスに始まる曲。あー、かっこいいね、曲も。なんかいいね。うわー、今のとこめっちゃ好き。チャッチャッチャカチャカってとこ。はー、なるほどね。やっぱり BGM に合わせて攻撃してくるのかな。ちょっと待って待って、落としたヘッドホン拾うわ。これは俺もヘッドホンつけてやらないと。ちょっとあれだな、無礼だな。あー、かっこいい。このまま曲聴いときたい。正直今までのボス戦の中で一番好きかも。リズム合ってんのかな。あまりリズムに乗って攻撃してくる感じはしないけど、どうなんだろう。てか太陽なんてもうねえから永遠にオールナイト。あ、え、お前が太陽に穴開けたの、あれ。やりすぎでしょ、でかすぎでしょ。おー、ボス戦始まった。まずは俺っちの生かしたスワップ、ステップか、ステップをみんな、ヘイ、ワン、ツー。穴開け。あー、なるほど。そこに行けなくなっちゃうのか。おー、なんだそれ。衝撃波も出すパンチ。すごい、悔しいけど確かにとっても活かしたステップですわ。活かすぎてフロアに穴が開いちゃいました。こけたら、あ、あそこやっぱ行っちゃダメなんだな。こけちゃうんだ。かっこいい。敵の BGM も。あ、待って待って。ちゃんと、あれじゃん。パンチの動きも BGM に合わせて動いてるじゃん。うわー、さすがだな。やっぱこれスーパーシールのボスゲストから続く風習なんだ。 BGM に合わせて敵の動きが変わるっていう。うわー、いいね。あの編集すること確定だな。絶対今画面でキノピオ踊ってるわ、俺の頭の中では。編集の時にそうしてるはず。あの地面の穴はいかにも罠っぽい気がします。じゃあとりあえずちょっと
殴ってみる。普通にヒント見てもいいんだけど、まず普通に殴ってみたい。どうなるんだろうっていう気持ちがある。オンもできないもんね。ふんふんふん。じゃあこれでどうだろう。ヒントを見つつ敵を殴る作戦でいけるかな。 OKOKOK。 まずこのヒントを見よう。パンチの黄色いボディはとても硬い。しかしどこかに柔らかい部分がきっとあるはずだ。あー、パンチといえばあの裏の開けた穴を溜めとく。あ、そうか。パンチ使ったことある人はわかると思うけど、穴開けた後ってその開けた紙のクズってあの背面に溜まってるんだよね、いっぱい。じゃあ今パンチのあのなんだ黒い部分にはキノピオの顔面がいっぱい溜まってるってこと。グロすぎでしょ。それを引きずり出せばいいのか。後ろからじゃ攻撃みたいなこと。あ、これちょっと斜めだからダメなんじゃないか。一回やってみるか。黄色い部分は攻撃しちゃダメだから、背面殴れるかな。これちょっと横だけど大丈夫。あー、効く効く。いいじゃん、26ダメージ強いね。やっぱ黒いとこ攻撃するんだ。へい、いらっしゃい。俺っちのパンチを受けに、え、近く寄っちゃダメだった、もしかして。おい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 、ちょ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 いやいやいや、え、俺の折り紙キング終わった。マリオ死んだ。最大 HP が下がったんだ。これいいの？まだ紙だから許してるけど、これ生身の人間だったら R18 よ。顔面に穴開いて、お前バイオハザードかよ。そういうことね。なるほどなるほど。じゃああいつの背面近寄ったらダメなんだ。ジャンプで攻撃しないとダメってことね。しかも後ろから攻撃しないとダメ、そういうことだよね。はいはいはい、わかったわかった。お、これでいけるんじゃないか。やってみよう。ジャンプでいいのかな。あ、ハンマーは攻撃できないのか。ジャンプで攻撃するしかないんだね。でね、さっきここに入る前にあの黒服兵法ね、あいつがボディチェックしてきたんだけど、あいつがねキラキラブーツ持ってるなって言ったから、キラキラブーツ持ってると何かこいつに不都合があるんじゃないか。使ってみるか。キラキラブーツパンチを閉じられるみたいなことなのかな。あ、ダメだ、食らわないぞ。怖いな、しかもマリオ。顔面穴開いてんの。いやいや、パンチの攻撃じゃない、それ。それパンチがやる攻撃じゃない。あ、でも戻ったんだ、これで穴が。なるほど、なるほど。なるほどね。開けた紙を吐いてきてるってことか。これどうにかして、あの、オンのマーク、あ、なんだ。今、マリオの顔面も飛ばしてきたってこと。はいはいはい、あれ回収したら俺、最大 HP 戻るんだ。すごいね。どんな要素だって感じだけど。こうしてみるか。ね、これで顔を回収して、あ、いいね。最大 HP が上昇と。すごいな、顔面なくなるって。あ、回復もするんだ。あ、ここめっちゃかっこいい。BGM。チャッチャッチャッチャってのかっこいいね。あ、ここめっちゃかっこいいわ。もう BGM 大好き、こいつ。ほんと。愛してる。変な言葉だけど。じゃあ、キラキラハンマーで殴ってみるか。まあ、26ダメージは結構。高なダメージだもんね。エクセレント、いいね。26ダメージ強い。ただね、ここで穴開いちゃうんだよな。これガールできんのかな。え、どうした、穴開けないの。ナメプじゃん。もう3ダメージよ。弱くないこいつ。ノリノリなだけであんまり強くないのね。いい気はするんだけど。さーて、そろそろ満人では決め技いっとくか。溜めてからの、やばいの来るね。これどうしたらいいの俺。神の手攻撃できるけど、土神様で避けろってことか、これ。はいはいはい、試しにやってみようぜ。やばい攻撃来るでしょこれ。うん、地面を盛り上げて避難せよ。オッケーオッケー、正解ね。オンで土神様にして避けるんだ。どんな攻撃かあえて食らいたかったけど、
まあここはちょっとナメプすることもないでしょうということで避けてみようぜあ、ちゃんと土神様が現れても BGM 変わらないんだね。いいね。さあマリオは土がせり上がってついでに攻撃もできるもんね。この土神様出てくるとスイッチの処理性能が追いつかなくてカクカクになるの。5ダメージ弱くない力貯めてるからか。おお、まさかそれがお立ちだこいつセンスもあるな。いろいろセンスあるわ。正直戦闘に関して言ったらあんまり強くないけど、それ以外のセンスはあるかもしんない。こいつ仲間にして冒険できたらめっちゃ楽しいんじゃねえか。お前改心して俺の仲間になんねえか今から俺たち仲良くなれると思うぞね。じゃあキラキラブーツ行こうぜ。キラキラアイアンの方がいいんかもしれないけど、まあキラキラブーツね。まずは地味。あれキラキラブーツさん弱点じゃない。あ、じゃああそこで神の手しないとダメなのか。じゃあまた敵がひっくり返ったんで、これで神の手で攻撃してみよう。とんでもないダメージ出るんじゃないの。柔らかい部分だからね。神の手発動して、ちょマリオの顔はなくなっちゃってるけど握る。オッケーやっぱこれだよな、ボス戦といえば。え、なに？え、なに？びっくりした。いやいやいや、さすがにそこまで非人道的なことはしないでしょうと思って、まあ、反応が間に合わなかった剥がすの背面そこまでいっちゃう。あ、さらに皮穴開いちゃった。うわ、二重穴開けたってやばいな。これキャルじゃんこいつ。最大 HP がどんどん下がっちゃってるね。もうこのハンマーで倒しちゃうんじゃない。オッケー、あ、倒しちゃった。ひっか、うわ、剥がしたかった。ちょっと待って、うわー、やった。ちょっと待って、ミスった。倒しちゃった。うわー、剥がしたかった。俺自分の手で、うわー、ミスった。なんだよ、せっかくノリノリだったのにしんみりするんじゃない。うわー、俺今めっちゃしんみりしてる。最後の最後でミスった。神の手で倒したかった。マジでミスった。うわー、自分の手で剥がしたかった。え、なんかアンコールが聞こえる。つまり、あ、穴に落ちるとダンシングプレスやってくるんだ。なるほどね、攻撃方法変わるんだ。やり直してよかったね。こいつのこといろいろ知れたわ。ちょっとかわいそうだから一回ちょっとこの技あえて食らってみようか。どんな攻撃なのかって知っときたいよね、こいつのこと。一応一応だけど食らっといてあげるわ。さあどんな攻撃なのか。ダンシングコンボ。ああ、なるほどなるほど。お、2回も穴開けてきた。はいはいはい。でもめちゃめちゃ強い技っていう感じでもないな。ガードもできるしね。さあ神の手で剥がせるかなこれ。握る。さあ叩いて、オッケーこれがやりたかったんだよ。え、何この黒い煙、謎の黒い煙。いやー、大満足っす大満足っす。心は今解放感、満足感に満たされている。最後まで派手に行こうぜ。ヘイヘイ、カウントダウンよろしく。爆発だよねいやいや、やらんでいいよ、やらんでいいよ。みんないい気になっちゃダメだけど、やっぱそうだ、切り取った顔がそういう問題かこれ。ペーパー何でもありだな。別に紙は戻らないけどな。粘土とかならわかるんだけど。え、粘土マリオこれペーパーは顔戻らないと思うけどな。さあ、あとは紙テープと、ありが、喋れるようになったんだね。いやいや、でもみんなの活躍のおかげでもあるからね。ほんとめちゃめちゃいいステージだったわ。キノピ注意席。まさかこんな展開になるとはな。あ、ホラーステージかと思ったんだけど。ね。見くびってたわ。お江戸大劇場より俺好みだな、これはどっちかというと。じゃあこれ破壊して、ステージ3終わりだね。オッケー、おお、
そっか、でもまだね、このキノピチ遺跡上の方に入れない扉があったんだよね。紙テープが巻かれてて、そこに何かあるんじゃないかっていう話だよね。おー、もう残り2枚か。あとどんな文房具出てくるんだろう。あ、待って、俺緑はね、ハサミってことは知ってるんだけど、なんかね、ホッチキスも出てくるらしくって、そう聞いた話によるとね。で、あれか、紫がホッチキスで、緑がハサミか。それで終わりなのかな？何これ？あ、太陽、あ、なるほどね。太陽をくり抜いて、ミラーボールにしてたのか。うわ、うまいな。面白い演出だな、それ。うわ、その発想なかったわ。パンチさん、最後の最後まで、楽しませてくれるやん。これをどうやってパンチがくり抜けたのかっていう疑問はあるけど、なるほど、なるほど。はいはい、納得いきました。太陽が照って、昼になったんだね。お、なに？まだステージあるの？なにそれ？めちゃめちゃ豪華じゃん。クリアしてからも結構ここ、探索のしがいがあるのかな、もしかしたら。オッケーここに先生入れてあげないのなんかかわいそうだよな二人で喜んでる感じ。まあ一応二人の目的だからな、この紙テープを破壊していくっていうのは。いいね、紙プラマックスアップ。ちょっと今回ボス倒した後の成長要素が薄いのはちょっと悲しいところだよね。しんみりしちゃうよね、パンチ風に言うと。まあ、やりました、マリオさん。やりました、私。先生もありがとう今回は歌と音楽のステージだったんだな。おー、みんな、マリオさん、助けていただき本当にありがとうございました。こいつらがじゃあまた街に戻って、ムーチョサンドリアがキノピサンドリアになってるんじゃないかってこと。どうしたコイン待って、40回やんのこれ大丈夫？ギラギラの太陽も元通りになりました。ありがとうございます。大丈夫これ ?40 回大丈夫？キノピサンドリアに帰りますいや、もうムーチョサンドリアになってるよ。あとはお前らとムーチョの戦争。どっちが勝つかは、もう俺は関係ない。俺は見守っとくわ。謎コイン。あ、DJ も。DJ 家あったよね。マラさん、オリビアさん、ありがとうございました。これは別に DJ 語なのか。キノピサンドリアのホテルで DJ してま、あ、はいはいはい、あのムーチョが DJ してたとこか。あそこにいるんだ。いつでもノリノリ OK。家にいるわけじゃないんだね。それじゃ See you。なんか DJ 像が古いというか。あんま最新感はない。令和感はないね。あの DJ からは。ていうか、このソファーあれか、パンチがここに座ってたのか。ほんと王様気分だったんだろうな。よし、じゃあ次回は、この、キノピチュ遺跡を攻略したことによって、まあ、各ステージがね、いろいろ変化したと思うんだよね。キノコタウンもそうだけど、キノピオタウンか、キノピオタウンもそうだけど、街もいろいろ変化してると思うから、それをちょっと見て回るっていうパートにしようかな。いつもボス倒した後はね、のんびり街を探索しようっていう回を挟んでるんで、はい、それやっていこうと思います。今回はここまでご視聴ありがとうございました。さよなら。